こんにちは。FF14 完全ソロプレイ中のミンです。今日は解放決戦と魔城に行きます。ここをソロで行きたいので、白魔導士レベル85、アイテムレベル512で行ってみたいと思います。装備はこんな感じです。そして、制限解除した状態で、解放決戦と魔女、ここに行きます。いよいよ、トマの解放のため、戦います。今まで、いろいろやってきた海賊衆の人とか、アウラ族の人とかが、みんな協力してくれて、胸熱です。頑張るぞ。よし、行きます。いっぱいいる、いっぱいいる。よし。なんか大きいのいる。
よし、最初のボス、魔導リアガード。なんでこの矢印は。わわわわ。怖いって。やばいやばいやばい。やばーい。やばーい。よし、倒せた。カオス。水だけど。どういうこと？危ない危ない。
私をリーファーから倒したいドマリーファよし。中ボスかな。またこういう系。大したことなかった。またやばい、何があった？避けたら大変なことになった。塔には入った方がいいの？あ、やばいやばい。よし、倒せた。結構上の方まで来てるかなって。
手怖くないです？手術成功しましたとか言われてた。やばくなってる。原型ないじゃん。原型がない。よし、頑張るぞ。結構大丈夫。なんか出てきた。やったクリア。よし、なんか結構安全にクリアできましたよね。宝箱を取って、はい、やりました、クリア。では脱出します。